岡田監督、報道陣にまじ切れ。試合後の一問一答。東も良かったが、打線のつながりが悪かった。なあ、あの、移動日のイベントの記事からおかしいなった。この前も言っていたが、ここの調子を上げていくことが大事かなと。そらのう、お前、まあ1点、0点やったら、ホームラン1本では。上向く兆しは、見えるか？今日は打線を変えたりしたが。いや、そらお前、見ての通りやんか。まあなあ、最初のチャンスだけやんか。なあ、ヒット続いた時。なあ、カウント 3-1 から、森下はあんなクソボールを振るからのう。なかなか死球が選べない。いやいやいや、だから、3-1 からボール振っとったらフォアボールならへんやん。最後もボールやろ。明日は右投手でまた打線も変わる。そんなの、打つの折れへんって。投手が頑張っている以上、打線でなんとか。おーん、そら3点、2点やから、ピッチャーはのう、まあ役割を果たしているよ。しのいでいくしかないと言っていたが。イベントの記事や、イベントの記事からおかしなった。前衛の強さ、勢いを感じるか。いやいや、そらお前、二人完投するんやからのう。今日の東の方が良かったんちゃうか。明日は絶対負けられない。勝負に絶対とか使うな。やつ当たりじじい。イベントの記事の前からおかしかった定期。おじいちゃん無視されてて笑った。お前が横浜のイベント批判してたから記事になるんやろがい。他と比較しても岡田だけ口悪くて草生える。通過して台詞がみっともねえんよ。仮にも監督の発する言葉か。クソイラついてて草、首位なのにまるで最下位にいるみたいやな。今日の試合好きあらばカメラがどんでん映してて草生えた完全にメディアのおもちゃにされとるやんけ。